よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか？ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。おい、そんな急ぐなよ。ちゃんとついてこいよ。江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えた？どうした？そういや、お前とこうして歩くのも久々だな。昔はよくこの辺りを走り回ってたのにな。高知城は。アンペーター。どうした、龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねこれで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、リオマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合士に合士。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の像はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。随分急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝金の党は500人全員を武装させて城を囲め、上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやっさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ？龍馬、お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。アンペーター、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し、老人たちが消えた後、金の党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は金の党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おさん、どういうつもりなんですか？二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ？
こやつだ。こやつだ。バカな。くそ。龍馬、お前を追わせたんだろ。吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。Yeah!
なんだこれは。兄弟、何があった。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろよ。お前、そいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえ剣を。Thank you.
龍馬、兄弟、したことが。そんなことより怪我は。骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それより親さんはどうなんだ。いや、もう兄弟、一体何が起こったんだ。あの覆面の男は誰なんだ。わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの刺客を送り込んだのは俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だが、おやっさんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやっさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道追われる身だってことだ。龍馬。龍馬、とにかく城を出よう。早いとこ城下からも抜けねえと。お手につかまる。兄弟、龍馬、悪いが俺はここまでみたいだ。あと少し山を下れば阿波だ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやっさんを殺したのは俺たちじゃないだな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが、金の音は死んじゃいねえ。土佐を変えるには俺かお前どちらかが生き残って金の塔を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬。そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前。藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。
兄弟も勤労党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ父さん。おやっさんの意志をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、お前どうする気だ。おい、龍馬、我が三世吉田東洋様を殺した男やな。神妙せい。世の人は我を何とも言わばいえ、我がなすことは我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。父さん兄弟たちよ、また会いたじゃ。うわあ。江戸での剣術修行を終え、故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で、龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は、武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって、龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま、真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは、帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな。はい、大丈夫です。
あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけ派起こしてきて。まだどうすか。ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの。もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒。そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。おりょうちゃん、もうええ、ほっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか。逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さ、早お昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい。サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。